皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。平野翔神宮寺優太岸優太からなるナンバーアンダーバーアイがテレビ朝日系で今日17日放送の「ミュージックステーション」「アトクジ」で27日発売のミニアルバム「ナンバーオーリングナンバリング」から平野翔がプロデュースした新曲「ボン」を完全初披露する。写真 グ、えー、ループが単独初登場上腕ダ出演アーティスト。今作をプロデュースした平野は n o Underbar-I は楽曲ごとに代表者を決めてその人が楽曲をプロデュースするシステムにしていて今回は僕が担当させてもらいましたと説明。振り付けは振り付け師さんと相談させてもらいながら作りました。サビはキャッチーで簡単な振りになっていますのでそこも注目してください。 と見どころをアピールした15日にデビューしたばかりの5人組グループ AA グループ「正門義則、末澤誠也、草間リチャード・ケイタ」「小島健」「佐野正也」が単独では「M ステ」初出演デビューシングル「a ビギニングを一夜限りの特別演出で披露する「正門」はダンスナンバーでもあり「AA」らしい泥臭さ,さもあり 歌詞も今の永遠にぴったりな曲ですと説明ラスサビ前の5人が横並びになるところはぜひ注目してくださいと意気込む特別演出について末澤は正直どうなるのか想像もついていませんが今まで見たことのないパフォーマンスなのでインパクトはあるはずと自信をのぞかせつつ憧れの「M ステ」にデビュー曲を引っさげて出演できることが嬉しいです 復活した階段ぶりを存分に楽しみたいですと心待ちにしているこのほか韓国の YG エンターテインメントがブラックピンク以来7年ぶりに世に送り出したガールズグループベイビーモンスターベイビーモンスターが日本のテレビ初登場ミュージックビデオミュージックビデオに億回再生長の話題曲シーッシュをパフォーマンスするアヒョンアヒョンはシーッシュの聴きどころはラップの部分 ルカお姉さんのラップとその後に続く朝お姉さんの高速ラップがポイントですとアピール日本出身メンバーのルカは今回「ミュージックステーション」に出演することができてすごく嬉しいです小さい頃から見ていた番組なので夢のようですこれから日本での活動も頑張るのでたくさんの応援よろしくお願いしますと伝えた上腕はハートの振り付けがキャッチーな最新曲「ラブシーカー」 パフォーマンスメジャーデビュー10周年の5人組ダイスは「M ステ」初登場スペシャル登場演出で代表曲「スターマインと最新曲「アイ・ワンダー」を披露マカロニ鉛筆はア,アニメ「忘却バッテリー」のエンディングテーマ「忘れれな歌」を演奏する VTR 企画では度ぎを抜かれた衝撃のライブ登場シーンを特集するどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう